ザファブルは、南勝久による日本の漫画。週刊ヤングマガジンで2014年49号から2019年51号まで、第1部が連載された。第2部として、ザファブルザセカンドコンタクトと改名し、2021年34号より、連載。2017年、第41回講談社漫画賞一般部門受賞。2021年6月時点で、 累計発行部数は900万部を突破している。2019年、実写映画化。2021年、実写映画シリーズ第2作公開。現代の東京。その伝説的な強さのため、裏社会の人間から、偶話という意味を持つ、ファブルと呼ばれる一人の殺し屋がいた。その男は幼い頃から、ボスの指導を受け、数々の標的を仕留めてきた。しかし、 彼の正体が暴かれるのを恐れたボスは、一年間、大阪に移住し、その間は誰も殺さず一般人として平和に暮らせと、指示する。こうして彼は、佐藤明という名前を与えられ、ボスと古くから付き合いのある暴力団、真っ黒組の庇護のもと、一般人として、大阪での生活を始めるのだった。主人公の佐藤明がもっぱら、ファブルとして恐れられているが、もともとはこの名は、 個人のあだ名ではなく、組織に対する呼び名である。ただし、正式名称というわけではなく、名は、お前らが勝手にそう呼んでいるだけだと言い,い、ボスは、その呼び名は好きじゃない。本来は、名もなき組織だと語っており、アキラたち構成員は単に、組織と呼ぶ。民が働くことになったデザイン会社。マンションの一室で営業しており、室内は、かなり手狭。飼い沼の死後。 新規一点を兼ねて近所の一軒家に引っ越す。ボスと付き合いのある小規模な暴力団。大阪府大兵士を縄張りとしている。どこの広域組織にも属さずに存続していられるのはファブルのおかげとされている。実写映画版ではマックルカンパニーという企業になっている。岡田純一主演で実写映画化され、第一作は2019年6月21日に公開された。 特殊部隊での訓練を受けたフランス人アクション振付師のアラン・フィグラルツをファイトコレオグラファーと指摘をし一部の振付は主演の岡田本人がこなしている。あらすじキャストスタッフ公開映像ソフト化2019年12月25日発売。発売、販売元は松竹。2020年度ツタヤ年間ランキングでレンタル DVD 放画部門1位を獲得した。 テレビ放送2020年8月19日にシリーズ化が発表され、第2作がザ・ハブル殺さない殺し屋のタイトルで公開。当初は2021年2月5日に公開予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けて同年1月22日に公開延期が発表され、改めて6月18日に公開された。あらすじキャストスタッフ公開座。 ファブルに関する、カテゴリザ・ファブルに関する、カテゴリザ・ファブル殺さない殺し屋に関するカテゴリありがとうございます。